名前の、ブログがありますのでそちらを見ていただくか、メンバーみんなミクシーになっておりますので、ミクシーにもコミュニティ尺段何してるのコミュニティがありますので、見に来ていただければと思います。はい、それでは、本日残すの2曲となりました。あと10分の知らせが来ておりますけど大丈夫です。うちの曲3分ぐらいしかありませんので絶対入ります。はい、はい、それでは、次の曲はねもうあと2曲なので浜松の皆さんとより一体になれたということで、ね、ちょっとお手を拝借したいと思いますけれども、ね、皆さん座ってても大丈夫ですよ。 手が空いてれば大丈夫ですね。次はね一緒に一体化するための振り付けを簡単な振り付けをしますので、ね、一緒にやっていただきたいと、ね、こういう感じです。今日の振り付けはこういう感じ。あ、いいですね、そのおじいちゃん。そうね、はい、おじいちゃんって言ってますが、お兄さん、はい、かつての、はい、こういう感じでこう機関車シュッポシュッポみたいな感じで1、2、1、2、1、2、ね、っていう代わりにローリンって言ってくれるといいですね。ローリン、ローリン、ローリンって言ってくれると、ね、もうソウルが分かったような感じで今日ちょっと俺ソウルやってきたんだけどみたいな感じで言ってもらえるかなと思いますね。 OK、 それじゃあ、アメリカ南部ミシシッピー川を下る、蒸気船の歌です。1969年、ね、CCR の曲で、プラウドメアリー、いきましょう。一緒に皆さんと一緒に動ければなと思います。で、我々20年前からですね、この毎度この曲をライブでやっております。簡単な振り付けでございます。1、2、3、4、5、6、7、8、ね、1、2、3、4で上に上げてもらって、
5678ありがとうございます。おばあちゃんいいですね、グッドです、超です、さすが音楽の街、ね、通りすがりのおばあちゃんもバッチリ振り付けできるというのは素晴らしいですね。さっきのローリンに変わってです、ね、今度は、ここでそうめんと言ってくれるとバッチリソウルマンになれます。ソウルマンという曲なんだけど、言うときにはそうめんの方がちょっと発音的にはいいですね。バッチリでしょうかおじいちゃん、大丈夫ですね、はい、ありがとうございます。それじゃあ行きましょうか、サムアンドエブナンバーです。ラストソングはこの曲ソウルマン。と思うんですけども、ぜひちょっとそこの綺麗な綺麗なお姉さん、お姉さん、あきさん、とっても素敵でもドキドキしちゃいますけども、もう汗だくで申し訳ないです。とっても素敵でしたよね。もう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。はい、とてもね振り付けがね楽しかったですね。もうみんなで一体感になりまして、もっといろいろあるんじゃないですか本当は。もっとありますね。もっとやりたかったですね本当はね。あと1個ぐらいありますね。はい、いいですね。残念。次また見せてる。もう11月23日に来ていただければ、はい。でこれです、これです。どうぞ。はい。はい、あのこれちょっとチラシ。